どうも、枝豆ビーンズのハルトです。ナメです。キョウです。ユウです。ナメルです。ケイです。エイトです。ご存知の方もいると思いますが、僕たち枝豆ビーンズの、ホームグラウンドでもある宮下川崎ゲートプラザライブが、今月をもって15年の歴史に幕を閉じることになりました。僕たちが初めて宮下川崎でライブをしたのは、2016年の1月17日なんですけれども、約4年弱ほどライブをさせていただいていました。とても悲しい気持ちでいっぱいです。だけど、たくさん思い出もあるので、今日はね、その思い出を、メンバーとたくさん語り合いたいと思います。題して、さよならミューザ、これまでありがとうの感謝を伝えたいのコーナー。約4年前ですね、事務所のダンスレッスンのクラスで A クラスっていうものがありまして A と B クラス、そうですね、まあ、A クラスの、年齢が小さい子たちを集めて、まあ、作られたのがこの枝豆ビーンズなんですけれども、まあ、その初めて会った時の話とか、そういうミューザに至るまでの話とか、そういうのを聞いていきたいと思います。ムール、これって、あ、僕はこのミューザ、もう枝豆結成してなくて、
ミューザでやるとか聞いてない時に一回さとりお兄さんのライブをミューザ川崎見たことあるんですけど、だから聞いた時はあやっぱりやんねんなって思ってました。おそうなんだ。なんで聞いたの？いやなんか気になって。1月2月僕出てないんですよ。あのちょっと安静にしててね。でちょっとそうやっちゃって、はい、そうそうなんです。で、あの本当にもうそれみんな出てるってことを知らなくて、なんか YouTube 見てたらなんか枝豆ビーンズのなんか言ってるのが分かってて、あれってなって、あれ何も知らないんだけどっていう風になったのを覚えてます。はい、いや、何ちょ言おうとしてた、はい、ね、俺は見たかったじゃん。あれじゃん、そのファーストなんか一回ミューザから離れて出て、そうファーストシングルドーンって時に私久しぶりに初めて、そう俺が初めてだったんでしょ。そうマジで俺動画見たことあるのよ、あの YouTube でみんなやってるところ。なんでえなんでってなる。YouTube で YouTube で見て見てでみんなすごっと思った。いや僕だってさファンさもうこんなんじゃん。いや僕ないみんな。みんな笑顔でさ、声変えてさ、やっててさ、言っとくよ、俺できるのかな。違う違う、近いとか言ってたじゃん、だから昔の思い出みたいに語ってんじゃん。別に今も毎回本番始まる直前まで近い近い。あるとは何かありますか？あー僕はね、なんだろう、一回ずっとミューザー行かない期間があって、まあ家でっていうか家で戻ってきて安心っていうか、なんかあそれいるべきところにいる安心感みたいな。あマジでやるって言った時にえマジで嬉しかった。それも嬉しかった。なんかなやっぱりなんかいろいろその思い出があったっていうか、いろんなことしたりとかしたじゃん。それなんで仮装とかもね、もしたし、あさとり兄さんの CD 特選会の隣でチラシ配ってたし、ね、そう下積みじゃないけどそうみんなやった。なんかそういうのがあったからいいな、こういうの。またここに戻ってこれてなんか嬉しいけど、なんか戻ってきたら1年くらいしたらなんかもうおしまいみたいな感じになっちゃって、また復活早すぎやろ。また復活してほしいなっていうのが切実な願いですね。そうだね。はい、それでは突然ですが、ここで、懺悔コーナーを開きたいと思います。ポケモンもいっぱいいるし、じゃあ、なくなっちゃうのは本当悲しいんですけど、まあ、今までたくさんね、来てくれたファンの方や手伝ってくれた運営さんにも本当に感謝してます。ありがとうございます。またこれからもね、他の場所でできるかもしれないし復活するかもしれないので、それはみんな祈って待ちましょう。ありがとうございました。はい、じゃあ次はK君、はい、ミューザで踊らせてもらって、それをたまたま見かけてファンになってくれて、今も見に来てくれてる人とかもいるので、本当にミューザ川崎さんにはめっちゃ感謝してます。そしてその運営さんとかもすごい優しくしてくれて、
本当にありがとうございました。はい、じゃあ続けたフエルお願いします。ミューザ川崎でパンも作れたし、まあ、マックも近くにあるし、まあ、ゲーセンとかも近くにあったり、まあ、スタバもいっぱいあって、もちろんさっきエイトが言った、まあ、ポケモンとかいっぱい、まあ、ちょっとバイバイってなるのも、まあ、寂しいんですけど、次のライブまでもまた頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、じゃあビューお願いします。ミューザは本当にたくさん思い出があって、本当にすごく楽しくて、もうすごい思い出がたくさんあるところなんですけど、もうそれがもう4年弱ぐらいで終わっちゃうのがすごく寂しいんですけど、もしかしたらまた復活するかもしれないし、また別のところでやるかもしれないから、もう今後ともよろしくお願いします。あとミューザの、スタッフの方々やファンの皆さん、本当にありがとうございました。はい、じゃあキモ君お願いします。まあ僕たちにとっては最初からこうグループが結成された時に初めてやったライブもところやったところだし、なんか僕たちにとっては聖地みたいな場所じゃないですか、でしょ、うん、だからまあなくならないでほしいし、で、なんか、まあ、寂しいです。で、まあ、今まで、お世話になった人たちとか、はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、直哉さん、お願いします。短い間だったんですけど、ミューザ川崎ライブに、出させてくれた、運営さんの方たちや、来てくださったファンの皆様には、とても感謝しています。ありがとうございました。来てくれたファンの人たちに、この僕たちの、ライブや、笑顔を届けられて、僕たちも幸せな時間をいただいたと思ってますし、亡くなっては、すごく寂しいんですけど、僕たちが、恩返しできるように、また戻ってこれるようにこれからも頑張りたいと思いますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。運営の皆さんと、来てくださったファンの皆様には本当にありがとうございました。それじゃあ最後はハルト君に締めてもらいましょう。はい、まず僕たちがね、その約4年ほど前にそのこういったミューザ川崎という場所でやらせていただいて、まあ、そこから、まあ、どんどんいろいろ派生していろんなことやったりとか、まあ、一回離れちゃった時もありましたが、また CD を発売する時とかもまた戻ってきて、そこからずっとやってきてて、まあ、結構、まあ、その僕たちのルーツっていうか、そういう場所はそのミューザ川崎にあるというのは思っていますので、また戻ってこれたら、まあ、僕的には嬉しいんですけれども、まあ、そういったもので培ったものとかをまたその次の現場とかでまた生かして、そこからまた新しいものを派生したりとか、そうやってまた文化っていうかルーツを作っていけたらなと思ってます。改めて、スタッフの方々や、今まで見てくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました。まあ、僕たち枝豆ビーズこの7人で頑張っていきたいと思いますので、これからもぜひ温かく見守っておいてください。お願いします。以上です。ということで、僕らは場所を変えて今後も頑張っていきますが、またミューさんに戻ってこられたらいいですね。そうだね、ポケモンいるしね。今までミューザライブに関わってくれた全ての皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。バイバーイ。